今日はこれだけ持ってきてやりました。金属刃の草刈り機と、ナイロンコード、それから、小型のチェーンソーを持ってきてやりました。でここが一番のもう私は難所で、石積みが約2メートルあるんですが、石積みの上に滑る急斜面がこう上まで円滑になってあるので、まあ、ここはね本当に怖いです。ただご先祖様の墓をきれいにしているのに転がっておって怪我するというようなことはまあないだろうというふうに、いいように解釈してやりました。
大丈夫？危ない危ない危ない。落ちたらおだぶつやろ。そうやって下に視野で全部尖った。そう、墓場の